おー、鍵なんかかかってねえぜ。誰でも入ってきてくれ。そして自己紹介を頼むぜ。人間なら名前を名乗ってくれ。ベアトリーチェだってんならスリーサイズを教えてくれ。俺はこう見えてもちょいと知られたおっぱいソムリエなんだぜ。源氏でございます、バトラ様。ふん、源氏さんか。悪いが、あんたのバストのサイズに興味はねえな。入ってくれよ。空いてるぜ。失礼いたします。あんたが俺に引導を渡しに来たのかい？そのようなことはございません。お邪魔なようでしたら失礼いたします。あ、はい、おい、用件も伝えず失礼しますじゃ帰って気持ち悪いぜ。何の用だよ。最後くらい好きにさせてくれ。バトラ様は死せる最後のわずかな時間をそのように怠惰に過ごされることをお望みですか？今さら何ができるってんだ。俺はいつだって死ぬ準備はできてるぜ。親方様と同じですな。本当にあなたは親方様の血を色濃く受け継がれている。あの豪傑なじい様が実はいつ死んでもいいと思ってたってのか。それは初耳だぜ。親方様の人生はいくつかの悲しい出来事の末、すべて食材のためのものとなり果てたのです。あんたは何を知っているんだ？ベアトリーチェ様の儀式も第八の晩までをすべて終えました。もうすべてをお話ししてもよいかと思います。なんだって？バトラス様、親方様の書斎へご案内申し上げます。親方様たちに直接お話を聞かれるのがよろしいでしょう。じい様たち、おい、それは一体どういう。さあこちらへ。ご案内申し上げます、バトラ様。バトラ様、これよりバトラ様は理解できぬものを見るでしょう。脅すなよ。理解できねえもんなら今日嫌になるほど見てるぜ。見えるものを見えるがままに、聞こえるものを聞こえるがままに受け入れてください。なぜも何も何も必要ありません。バトラ様はただ真実を知ることになるでしょう。それをお認めになるか、お信じになるか、あるいは否定されるかも、すべてバトラ様にお任せいたします。鬼が出ようと魔女が出ようと覚悟はできてるぜ。本当にあなたは
親方様の若き頃にそっくりだ。バトラ様、どうかご勉学にお励みを。あなたは将来必ずや大きな志を持たれるでしょう。そしてその時、足りぬ学力に一生後悔されることがありませんよ。勉学に勤しめる機会がもらえるならぜひな。親方様、源氏です。バトラ様をお連れいたしました。さあバトラ様、どうぞお入りください。ああ入るぜ。親方様、バトラ様をお連れしました。バトラか。今思考が忙しい。しばし沈黙せよ。30年考えた。この一手をどう切り返すか。30年考えたぞ。楽しめ。30年を寝かせた我が一手を楽しめ。まことにこの一手は味わい深き熟成された一手よ。楽しい楽しい。かなわぬかなわぬ。これは何だってんだ。来たかバトラ。しばらく待て。金蔵のために沈黙。まだリザインは早いぞ金蔵。わらわならもう数手は切り返せる。源氏、バトラのために飲み物を振る舞え。この男によりふさわしき奴は何か。若き日より親方様が愛されている。いつものあれは。それがよいぞ。振る舞ってやれ。よくぞ来たな。後ろ宮バトラ、まずは座れ。そなたはわらわの名を何度も呼んだな。それに免じわらわとの面会を許した。そしてお前はわらわに何を聞く、何を尋ねるのか。黄金鏡の扉はもうじき開かれる。魔女たちを迎え入れてのわらわの復活を祝う宴はもうじきだぞ。それまでの間
お前の問いにいくらでも答えてやろう。聞きてえことは山ほどある。この島で何が起こった？そしてどうしてこんな事件が起こった？密室についても聞きたい。礼拝堂は？ジェシカの部屋は？シオニッサ、夏井おばさんの部屋は？そして客間は？聞きたいことはまだまだある。魔女の正体は？本当にベアトリーチは魔女なのか？何が目的だ？俺たちに何をさせたい？俺をなぜここへ呼んだんだ？答えろ、すべてだ。やかましい。問えば答えは返るのか？そういうな、金蔵。もろく儚い蜘蛛の巣もヘロデの王から守ってくれることもある。この世に無駄なものなどないように、無駄な質問もまたない。よいよい、すべての質問に答えよう。ただし条件が一つだけある。なんだ？すべてを聞き、わらわの存在に納得できたなら、ひざまずき、わらわの靴にキスをせよ。お前を屈服させたくて、わらわはここへ呼びつけたのだから。わらわと金蔵は賭けをした。金蔵が次の手をひらめくのと、わらわがそなたを屈服させるのと、どちらが早いかだ。負ける気はせぬぞ。でけえ口を叩きやがって。ああいいぜ、俺を納得させてみろよ。お前が間違いなく魔女様で、不思議で素敵な大魔法を使えるってことを納得させてみろよ。屈服したならキスでも何でもくれてやる。よくぞ言った。さて、どの問いから答えようか。すべて答えるぞ。さあ、まずは何からだ。
どこなの？ベアトリーチェ！姿を見せなさい！ベアトリーチェ！これだけでも1000万以上の価値があるはず。もうすぐだね。もうすぐ黄金鏡の扉が開く。その気持ち悪い声で笑うのをやめなさい。ベアトリーチェはどこにいるの？ええ、分かってるわ。どこかにいるんでしょ？あなたは知ってるんでしょ？どこ？知らない。探さなくても黄金鏡で会えるよ。その笑いをやめなさい。私が笑いたいくらいよ。そうね、あれは間違いなく魔女だったわ。間違いなく魔女だった。私は分かってなかった。魔女を名乗る人間だと信じてた。違う、あれは本当に魔女だった。私はあんなのにごまかされないわよ。いるんでしょ？出てきなさい。姿を現しなさい。ベアトリーチ！だからもうすぐ現れるよ。黄金鏡の扉が開かれるよ。そうだ、それでよかったのだ。構わぬ、ルークを捨てるぞ。持てるもの全てを失う覚悟がなければ至ることもできぬキングがお前という女なのだ。追い詰めるぞ、ベアトリーチ。せめてクイーンと言え。ほう、なかなかに妙手。諦めの悪さがそなたの。いや、後ろ宮の地下。心地よし。実に優雅な夜だ。うわあ！親方様、ベアトリーチェ様、そろそろ宴の時間でも。もうか。早い。お前と過ごす夜はいつも早く。月がリンゴのように落ち、川面より跳ねる小魚のように日が昇るのだ。行こうではないか。時間だ。立て、バトラ。わらわの復活を祝う宴の始まりだ。わらわの新しい家具。いや、玩具として紹介しようぞ。惚れ切れ気の魔女たち。ベアトリーチェ様、お召し替えのドレスでございます。主賓はお前だが、ホストは私だ。私は先に出ていよう。着付けの手伝いにシャノンでもおればよかったが、あいにく残れなかったようだな。使いたい時にいつもおらん。つくづく使えんやつ。
しかしお前はよく残ってくれた。嬉しいぞ我が友よ。ありがたい。よい、二人とも先に下で待て。源氏、ご苦労。そのドレスはそこへ置いていけ。かしこまりました。それでは親方様、我らは先に行こう。ベアトリーチ、後ほどな。なぜわらわがそなたに肌を見せることを恥じぬかわかるか。そなたは家具だからだ。家具、わかるか。家具だよ、家具。家具に体をさらして恥じる者がどこにいよう。だからお前にわらわは恥じる必要がない。そなたは家具の分際でわらわに自らボタンを外させるつもりなのか。立て、そしてこのボタンを外せ。一つずつ丁寧、早く、美しく、粗相なく。客人たちを待たせてしまうぞ。早くわらわを着替えさせろ。丁寧に外すのだぞ。そなたの目玉一つよりも高価なボタンであるぞ。間違ってちぎるようなことがあったなら、代わりにそなたの目玉を縫い付けてやる。今宵復活を遂げましたる我らが黄金の魔女ベアトリーチ卿のご入場でございます。皆様拍手をもってどうかお迎えください。
哀れ。おお、ベルンカステル卿、これはようこそおいでよ。わらわの家具を気に入られたか。いい趣味ね。悔しがってるのよ。違いないな。今宵はわらわのためによく集まってくれた。久々に古今東西の旧友たちが集う魔女の宴を存分に楽しもうではないか。さあ今宵を食い明かし、飲み明かし、すすり明かし、食いちぎり明かしてとことん楽しもうではないか。時計を見よ。終わりの時間と始まりの時間が溶け合う時を指すぞ。さあ魔女の宴を始めよう。今こそ黄金の扉を開こうぞ。いざまずき敬意を示す。額を絨毯にこすりつけて己神の卑しさを示す。両手を後ろで組み、血肉のすべてをわらわに捧げることを誓え。
だまだわらわの家具にはふさわしくないか。よい、じっくりそなた、わらわ好みに、そしてわらわにのみふさわしい家具に仕上げてやる。今のそなたにできるのは、せいぜい客人の方々を楽しませることくらいか。教えてやるよ。
ナリア、ラマがもし倒れたら、あなたは走りなさい。海岸へ行くの。そして泳いで泳いで泳ぎなさい。この島のどこにも生き延びることのできる場所はない。やだ、ママと一緒。
用事を思い出したの。先に行っててちょうだい。やだ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 、ママと一緒がいい。ママが死んじゃいやだ。マリアはこんな悪いママでもママと一緒がいいと言ってくれるの。ママと一緒がいい、ママと一緒がいい。あなたのことを一番にしているように見せて、いつもあなたのことを後回しにしてきた。運動会に行った、授業参観に行った。でもいつもママは世間体のことばかりで、あなたが人にいなかった。こんなママとでもあなたは一緒にいたいというの。こんな悪いママなのに。ねえママ知ってる？世界にママは一人しかいないんだよ。いいママも悪いママもいない。ただママが一人いるだけなの。だからマリアは世界でたった一人ママがいてくれればいい。そしてママにとってたった一人のマリアになりたいの。機嫌が良くて甘やかしたいマリアと、邪魔だからいてほしくないマリアは別人じゃないの。マリアはたった一人のマリアなの。だから怖いママも優しいママも一緒、マリアにはたった一人のママなの。私はなんてバカだった。黄金なんかいらなかった。ただあなただけの手を引いていればよかった。私はなんてバカなママだったの。一緒に行こう。ずっと一緒よ。ママが迷わないようにずっと一緒に。うん、すぐに会えるよ。ずっと一緒だよ。黄金郷で会えるよ。そしたら一緒に遊ぶな。狼と羊のパズルで遊ぶな。ママはまだ一問しか解いてないけど、マリアは全部解いちゃったんだよ。Thank you.